はい、アップルから荷物が届きました。開封していきたいと思います。はい、出てきました。iPhone SE です。iPhone SE です。届きました。注文したのが4月の22日なので、2週間弱で届いた形になります。128GB の iPhone SE を買いました。開封します。色はホワイトです。ペリッと剥がします。こちら入ってるのはイヤホンと充電用のコネクタですね。それとライトニングケーブルです。辺は iPod とほぼ同じ感じですかね。簡単な説明書ですね。おなじみのアップルのステッカーですね。これは SIM カードを抜くためのものですね。こんな感じなんですね。iPhone は 4S を使ってました。4S を手放した後は iPod Touch をずっと使ってたので、それに比べると重量はあります。ボタンもまあシンプルですね。電源ボタンとあと音量ボタン対象ですね。裏が白いんですけど表はもうほぼ全面黒一色なんですね。では早速電源入れてみます。長押しですね。立ち上がりました。